当時4歳の女の子を直撃し、意識不明の重体。警察のその後の調べで、タイヤを山盛りの買い物。お、カズさん、帰ってきたな。今日テストだった。え、クモンで？あ、そうだ、今日最後だ。うん、ドキロドキロ、ちょっとドキドキ、ちょっと、じゃあ、じゃあ、2本も使ってないし。そう、2本分で、今日キュウリ安かった。1本20円。安い。このまま10本買って。あ、あまりグリグリってやったの。1人5本までだもん。10本買ってきてほしかった。いや、1人5本まで今日。じゃん。安い。豚バラ肉。あれ、掘りにしない。掘りにしない。あそこにあるよ。あ、とホリンジスパイス。え、これさ、ちっちゃん食べてみるわ。嫌だ。え、食べないの？肉？やっぱ嫌。やめたの？ホリンジで食べれてたから。誰よ、ホリンジで食べれてた。肉ちょっと食べてみるって言ったじゃん。いらないんかい。そしてキュウリかい。このキャベツと、もずく、納豆。あっ、ひっくり返して、それ。ひっくり返して、ひっくり返しちゃって、納豆。おいしい。ん、うまい。ひーちゃんもこれ食べればいいのに。おいしいのに。納豆にんにく。あれ、奥にあるでしょ。バイバイ。3時間いないひーちゃんの楽しみ。え、なんか3時間いないひーちゃん。ランドセルはさ、体重測ってめっちゃ重いです。いや、分かったって。5キロぐらい。バイバイ。うん、バイバイ。なんてデカビタをスマホ立てにしてるんだ。なかったんだもん。スマホ立てってどこにあった？見て、チロめっちゃ食べてる。ひーちゃん帰ってきたら食べ始めた。パパいた時は食べもしなかったのずっと寝てたのに。そしてコウコはまだ寝てる。ハッピーハッピーハッピー、コウコウクフラフェルダンスダンス、あ、倒れた。珍しいじゃん、チェロ。こんなとこにいて。ここはこっちにいるか。はっはっは、かわいいね。おぉ、かわいい。1時間半ぐらいかかった。そう、1時間半ぐらいかかって作った赤ちゃんの服です。納得できる服を作りたかった。かわいい。ベッチュに入りました。みんなでベッチュ。赤ちゃんがベッチュタイムです。ベビちゃんタイム。洗剤を買いに行く週末。ひーちゃん、ほら、できたおにぎり。ひーちゃん。はい、わかった。じゃじゃじゃーん。最高級のおにぎり。え、バッて言ったの。ひーじゃない。え、おにぎりがいらないの？何食わ。みんなお腹空いてないの、あんまり。これしかいらん。今だ、このチャンスだからぜ、おにぎり。今だ、このチャンスだからぜ、おにぎり。うん？おう、から揚げおにぎり、いちあがり。から揚げ、から揚げ、から揚げ、
おにぎりから買ったので飲むしかねっしょ。このノンアルを飲むしかねっしょ。あ、聞けちゃう。あ、割れた。何やってんだよ。おきげちょりちょり、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 おきげ、おきげ、おきげ、いいって、おきげ、とりとり、おきげとりとり、吹き出すの、なんとのおきげちょりちょり、聞いてください、おきげちょりちょり、おきげちょりちょり、おきげちょりちょり、いいってそのおきげ、おきげちょりちょり、いやー。それでは、それでは聞いてください。カポーン！眉毛ジョリジョリ、目玉ジョリジョリ、眉毛ベリボリ。もういいって。バーロービー。いい、もう、もういいって。あ。野菜を食べます。やばな。82.3。痩せましたね。ゴールいいじゃん。おお、81.7。もうちょっとで70キロ台いっちゃいます。81.7。あんまし変わらない。81.1。 ちょっと落ちたな。スタートが93だから、ええ感じや。おお、 80.6。 あともうちょっとだ、70キロ台。83キロ、83キロ、80.1キロ。もう近いよ。82キロだったよ、さっき。82.2キロだ。82.2キロ。あ、聞いた。79.3。体重計ちょっと汚い。だけど、やったー、やったー、やっとここまで来ましたよ。歯は毎日磨こう。79.6 だ。ひーちゃん、今日の体重79.6だった。ひー、昨日は知らない。79.3。78.8。 93から78.8 です。やったー。もう痩せすぎて困ってます。つってね、78.2。 忘れましたね。
で、どうやって食べてるんだ。今日は買ったから本当はもう食べなくてもいいぐらいなんだけど、食べますか。いや、ひーちゃん、これ麦茶さ入れてって冷蔵庫。ひーちゃん、冷蔵庫に麦茶入れな。パパはキャベツを食べる。本当は食べなくてもいいんだけど、でも食べないと力が出ないんで。これはすごいぞ。見て。じゃん。すごいぞ。おお。いただきましょう。ちょっとちょっとだ。まっすぐで止まんない。